平成22年の4月からですね、国土交通省認定の道の駅村田ということになりました。まあ、震災後はできるだけ早くですね、営業の再開ということに努めました。まあ、特段そんなに、まあ、うちの方は目立った風評被害はあんまりないのかなと。高速道路 の無料化が廃止で4月から有料化になりましたよね。かえって道の駅としてはですね、そちらの方の影響が少し出てるのかなと思っております。で、もう村田湾の、特産というとですね、6月のそら豆、そしてですね、実際今年あたりも7月の中旬過ぎあたりからも出てるんですけども、トウモロコシ未来でございますね。これの2大、特産品でございますね。未来っていうとやっぱ取り立て、そして生でもこう食べれるぐらいの糖度があるんです。シーズンになりますと、今朝も同じなんですけども、もうオープン前からもう並んでいるような状況です。美味しい食べ方はですね、トウモロコシを1枚薄くも残すんです。そしてラップでくるむんですね。で、それをだいたいレンジで600ワットのレンジですと1本あたり3分ぐらい、あとその他1分ぐらい蒸すんですね、そのまま。そうしますとですね、またこれがその美味しいんですね。はい、もうぜひですね、もう村田町、そして村田はこう歴史ある町でございまして、蔵の町としても有名でもございます。蔵の散策、そして道の駅村田に来ていただいて、町の特産そら豆、そして未来、そして新米、そして取り立て野菜をですね、ぜひお買い求めいただいて、村田の味を食べていただきたいと思います。